みんなやっほー。今日はずっと前からやってみたかった自分のマイルームツアーをしたいと思います。あんまり面白くないかもしれないけど、どうぞ。で、まずこの ドアから入ります。これね、もう今も好きだけど、かつて好きだったワンダイレクションのやつを貼ったりしてます。で、これは自動ドア開閉システムですね。こうやって閉めると勝手にこうやって閉まるんです。いいでしょう、いいでしょう。で、こっちに行くと別に反抗期とかじゃなくて破れちゃったから貼ってます。はい。で、これが電気で、これは4月は君のその実写版の映画の時の主人公の人と同じベッドカバーです。息やりした。はい。で、こちらはちょっとゴミ箱 でこれはね、ティッシュと、これはちょっと、僕、ちゃんと男子高校生でやってるので、ふげのやつとか、脱毛系で、これがコンタクトで、明日靴とか買って、あ、これ靴じゃないの、これはなんかお財布とか、鍵とか、いろいろですね。で、こんな感じで靴ですね。はい。これ絶対言わなきゃダメだ。これは修学旅行の時、小学5年、6年生の時の修学旅行の時のお札で、これが僕が一番好きなトゥワイスのナヨンです。いいでしょ。ハイタッチいけなかった、無理です。はい。で、こちらに行くとまたシグナル、このポスターが一番好きかな。で、こちらがあんまり勉強してない机です。こちらにカレンダーとか時計とか、これちょっとシンプルすぎかな。ここはね、ちょっと写真を貼ってて、これは友達とね、クリエイターズファイル祭のやつですね。いいでしょ、これすごい面白い、この人だ。で、これは全1回ぐらい使ったことがない iPod をつなげてやるスピーカーと、これはペンとか、あ、そう、これあれなんだっけ、あれ気づいた、あれ待って、撮りたい、あー待ってね、これはサウンドスピナーです。さっき全然やってないわ。で、よく使うメガネと、まあ、メジャーと iPod と、これは別に誤解しないでください。僕はなんていうの、動画とかでたまに黒く塗ったりする時があって、顔をその時に使ってます。もらいました。ちょっとメモ帳とか、これは何だろう、辞書、一回も使ったことない、もらったやつで、家に行くと宿題とか、あ、そう、ここにポスターがあって、なんか貼る場所なくてさ、困ってる。で、これコンセント系でしょ。で、これはうちらのプリクラ、よろしく。で、これは YouTube 見るときに使ってる、なんだっけ、 PS3 で、こんな感じで使えば終わりです。はい。で、こっちに行くとテレビがあります。これね、ワンダイレクションめっちゃ多いな、ポスターと、これ日本製だからね、いいじゃん。なんだっけ、これを背景のなんだっけ、フィギュアで、これイヤーハット、これそう、すごい買ったの。で、これは TWICE のアルバム、ミニアルバムとかペンライトで、これがなんか、なんだろう、これなんだろうね、ライブのチケットとか、こういう感じ、なんかどこに置けばいいのか分かんないもので、こっちはなんかこれなんかたまに使うものが置いてある。これめっちゃすごい、本当に前も言ったけど、寂しい。これはさっきのね、リモコンじゃなくて、分かんない。で、一番好きな映画のハイスクールミュージカルの DVD とか本とかあります。俺って意外にどうだろうね。で、これが、TWICE の箱、中にそのケーブルとか入れてる、くしゃみ出る。ごめんなさい。で、こ
ちにコロコロとかカッターの時使うやつとかありまして、これはすごく汚いクローゼット、一緒だけ見せてあげる。あー、本当にすごく汚い詰め込むタイプで、これがたまに使う鏡です。これすごいおすすめで、ちょっとあのお腹とかこうやってやると折れちゃうんだけど、ダイソーで大きいやつを買って入れてもらってやります。これはね、ブックオフで買ったレコード、何の曲かは分かりません。で、こちらはに行くと、なんだろう、インスタグラマーがよりよくやるやつなんだけど、僕は全然うまくできなくてちょっと悩みました。これ 3D メガネ。で、これがあの自分で作った T シャツね。で、これが一番最近使ってるカバン。うん、え、待って、もう終わったんだけど。うわぁ、というわけで、なんだっけ、僕のマイルームツアーが終わりました。本当になんかびっくりするぐらい秒で終わった気がする。まあこんなもんだよね。よかったら僕のインスタグラムとツイッターをフォローしてください。バイバーイ。